1番会社で男の人と女の人がメモを見ながら話しています。男の人は何を注文しますか必要な文房具書き出してみたんですけど、見てもらえますかうん。えーっと、のりとボールペン。あ、ボールペンはいいわ。もう私の方で注文して、今日届くことになってるから。 それからノートと封筒あれ封筒はまだ結構残ってたようだけどまだあるんですが今日の午後大量に使うので注文しといた方がいいと思ったんですけどじゃあ必要ねそれからコピー用紙はね毎月届けてもらってるから注文しなくていいのよはいじゃあこれで注文よろしくねはいわかりました 男の人は、何を注文しますか 2>, 2番女の人と母親が話しています。 女の人は友達に何をプレゼントしますかお母さん友達に赤ちゃんが生まれたんだけどお祝い何がいいと思うそうねよく送るのは着るものとかおもちゃだけどねそうだよね私も服がいいなって思うんだけどただみんな赤ちゃんの服やおもちゃをあげるでしょだから 友達に使ってもらえるものをあげるのもいいんじゃないえ服とか服もいいけど赤ちゃんが生まれると着替えとかタオルとかいろいろ持ち歩くものが多くなるでしょだからたくさん入るバッグなんかどうあなたが生まれた時もらって嬉しかったわそっかじゃあ私もそうしよう 女の人は友達に何をプレゼントしますか三番友達から 留守番電話にメッセージが入っていましたこのメッセージを聞いた後、まず何をしますかももしもし、子です。急なんだけど、明日の夜、ご飯一緒にどう駅の近くにおいしいお店を見つけたからそこでそのお店結構混むから予約したいし来られるかどうか なるべく早く教えてくれるできたらご飯食べながら今度一緒に行く旅行の計画立てない飛行機の予約は早い方がいいしねじゃあねこのメッセージを聞いた後まず何をしますか 4番母親と息子が話しています。息子はこの後、まず何をしますかあ、太郎今から出かけるのうん。駅前の映画館で友達と映画見てくる。あ、そう。それなら駅前の郵便局によってこの荷物出してってくれないえちょっと本屋に寄ろうと思ってたのにな まあ映画の後にするかじゃあ出してきてあげるよありがとう急ぎだから映画の前に行ってねはいお金えこんなにかかるの余った分はご飯代にでも使いなさいやった息子はこの後まず何をしますか 5番？うちの玄関で男の留学生とホストファミリーのお母さんが話しています。留学生はこれから何をしますか？雨降りそうですね。傘を持ってった方がいいですか？今日は天気が良くなるって言ってたから大丈夫よ。はい。あれ、リビングのエアコンは消したよね？ええ。 消してありましたああそうあ、いけない台所の電気つけたままだったごめんねちょっと消してきてくれるはい台所の小さい窓は開いてるけど閉めなくていいわよわかりました留学生はこれから何をしますか 6番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこれからまず何をしますか鈴木さん今年の新入社員歓迎会のことなんだけどね今年は週末に日帰りでどこかに行くのはどうだろう日帰り旅行ですかいいかもしれませんねじゃあ 今年はそういうことで準備してくれるまずは、どこへ行きたいか、みんなに聞いてみて。そうですね。アンケートでも取りましょうか。あ、いや、やっぱりそんな時間もないし、鈴木さんが良さそうな場所を決めてください。インターネットとかで探してくれるはい。で、そこで何をするかだな。食事しただけで終わるのはちょっとな。 そうですね。まあそれは場所が決まってから考えよう調べたら教えてくれるわかりました女の人はこれからまず何をしますか 一番。会社で女の人と男の人が話しています。二人はいつ相談しますか あの、新しい商品について相談したいんですが、いつにしましょうかああ、そうですね。今日が金曜日でしょ今日はもうあまり時間がないから、じゃあ、来週の月曜日はどうですかああ、来週の月曜日と火曜日は出張なんです。木曜日なら時間取れますけど。そう。 木曜日は私がちょっと忙しいんで、あのー、出張から帰った次の日って忙しいですかうーん、あ、はい、大丈夫です。じゃあその日にしましょう。午後時間空けておきます。二人はいつ相談しますか 2番女の人と男の人が料理教室について話しています。女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 佐さん、料理教室に行ってるそうですね。楽しいですかええ。いろんな国の料理を作るんですよ。へえ、面白そう。私、日本料理は習ったことがあるので、他の国の料理を作ってみたいと思っていたんです。あの、その教室はいつやってるんですか月に一回。最初の土曜日の午後です。 先生の話を聞いた後小さなグループに分かれて料理を作りますそうですか料金はちょっと高いんですが人気があるんですよあのよかったら連絡先を教えましょうかあ,あ、ありがとうございます女の人はどうしてこの教室に興味を持ちましたか 3番。女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか 今からアルバイトうん。実は今日からコンビニでアルバイトすることにしたんだ。え自動車工場のアルバイトは朝早くからだったし、大変だったのいや、早起きは平気なんだ。それに時給もまあまあ良かったし。じゃあ、なんでうん、物を作る仕事も楽しかったけど、学生のうちにいろいろな仕事をやってみたくてね。 そっかあ頑張って男の学生はどうしてアルバイトを変えましたか 4番図書館で男の学生と係の人が話しています図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか すみません。パソコンを使いたいんですが。はい、どうぞ。あの、インターネットは使えますかええ、利用できます。でも、メールはご遠慮ください。わかりました。あと、プリンターはあ,あプリンターはお使いになれますが、有料です。あ、そうですか。それから、DVD は見られますかはい、大丈夫ですよ。 図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか5番大学で 男の留学生が係の人にホームステイについて聞いています。男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか すみません。このホームステイに申し込みをしたいんですが、締め切りまだですよね。はい、まだ間に合いますよ。参加は初めてですかいえ、2回目です。2回目でも大丈夫ですかはい、大丈夫です。えー、日本に来てどのぐらいになりますか ?10 ヶ月を過ぎたところです。あと、1ヶ月で帰国する予定です。 そうですか。うーん、実はこのホームステイは来日してから半年以内の留学生しか申し込みができないことになっているんですよ。え、そうなんですか。男の留学生はどうしてホームステイに参加できませんか 6番テレビで男の人が自分の仕事について話しています。男の人は何が嬉しいと言っていますか 私は新しく町にできたスーパーの社員です。でも店の中では働いていません。毎日車で新鮮な肉や魚など、店の商品を遠くの村まで売りに行っています。一日に五つぐらいの村に行きます。お客さんは多い日も少ない日もありますが、私の車が来るのを楽しみに待っていてくださいます。 皆さんに喜んでもらえるのがやっぱり私には一番嬉しいです男の人は何が嬉しいと言っていますか 1> 1番留守番電話のメッセージを聞いています「もしもし田中ですけどあの明日映画に行くことになってたよねでも急に出張が入っちゃってそれで悪いんだけど来週にしてもらってもいいかな僕から誘ったのにごめん映画のあと食事ごちそうするからじゃ また電話するよ。ほんと、ごめんね。田中さんが一番言いたいことは何ですか。一。出張に行くこと。二。映画に行く日を変えてほしいこと。三。 食事をごちそうすることまた電話すること 2>, 2番。 男の学生と女の学生が話しています今度の日曜日みんなで海に行こうって話があるんだけど海いいね楽しそううん海で花火もするよどう来られそう面白そう。でも今度の日曜日だよね月曜にテストがあるんだテストがなかったら行きたいんだけど 土曜日に頑張ったら大丈夫だよ。うん、苦手な科目だから、一日じゃきついかも。また今度誘って。女の学生は、日曜日に海へ行くことについてどう思っていますか一楽しそうだから行くつもりだ。 「楽しそうだが行かない」「3. 興味がないから行かない」「4. 興味はないが行くつもりだ」 番女の人が男の人に旅行の感想を聞いています週末旅行に行ってきたんだって両親を温泉に連れて行ったんだ桜の綺麗な季節だしねえらいねご両親も喜んだでしょううんでも向こうはもう暖かくて桜はほとんど終わってたし休日だから渋滞してて。 そっか。温泉に入れば疲れが取れると思ってたんだけど僕はずっと運転だったからねふんー大変だったねでもまあ両親は久しぶりにゆっくりできてよかったって言ってくれたからじゃあそれが一番じゃないまあね男の人は旅行についてどう思っていますか 1, 1桜がきれいでよかった 2, 2温泉で疲れが取れてよかった3両親が疲れたのでよくなかった4両親が満足してよかった 1番 1> 先輩が忙しそうなので手伝いたいです先輩に何と言いますか 1, 1あの手伝ってくれませんか 2, 2あの手伝いましょうか3あの手伝いませんか 2番試験に合格したので先生に伝えたいです先生に何と言いますか1今回はおめでとうございます 2, 2今度合格なさいました 3, 3おかげさまで試験に受かりました 3番。友達と食事をしています。醤油を使いたいです。友達に何と言いますか ?1。1> 醤油取ろうか 2>, ?2。醤油取ってくれない ?3。醤油取ってもいいよ。 4番会社でお客さんを部屋に案内しました。なんと言いますか 1, ?1 どうぞおかけください。2, 2座らせていただきます。3席をお取りしましょうか。 1>, 1番、リンさん、明日のアルバイト、3時に来てほしいんですが。1、1> いつでも来てください。2>, 2、都合はどうですか ?3、はい、大丈夫です。 2番 2> 田中さん明日の旅行は8時出発ですよ遅れないようにね 1, 1気をつけます 2, 2そうしてください3よく気がつきます 3番あれ雨ですかそんなに濡れちゃって 1> 1じゃあ傘はいりませんねいつ降るんでしょう 3, 3急に降ってきたんです 4番。暑いので、ちょっと窓を開けてもよろしいでしょうか。1。1> じゃあ、閉めましょう。2。ええ、構いませんよ。3>, 3。いえ、どういたしまして。 5番お客様こちらで召し上がりますかお持ち帰りになりますか ?1 はい大丈夫です 2, 2ここで食べます 3, 3いいえ持ちますよ 6番。バス、なかなか来ないですね。1。1> 道が混んでるんでしょうか。2>, 2。バスにしてよかったですね。3。ずいぶん早そうですね。 7番あの映画もうやってないんだって1じゃあ明日見に行こうようんまだやってないみたいえ終わっちゃったんだ。 8番このプリントをクラスのみんなに配っといてもらえますか 1, 1あとってあります 2, 2はいやっておきます3すぐもらえると思います